疲れ様です。お疲れ様です。本日はどちらに？今からですね、先日引退発表したんですけど、今日は神戸にて引退会見および牧野玉木第2章開幕宣言会見に向かいます。ぐらいから考えて動いてて、自分がどういう考えを持って過ごしてきたかっていうのと、これからどういうことを考えながらやっていきたいかっていうのを自分なりの表現で伝えていければいいかなと思うんで、まあそういう時間にねできればなと思ってます。まあそれで今日の会見も、おそらくお祭りのところならば、そうね、まあいろんなアスリートといろんな人の引退会見見てきたけど、牧野劇場お祭り男って言われるだけあって、普通には終わらせないのが僕だと思ってるんで、それなりの伝え方表現の仕方っていうのをこの引退会見および開幕宣言でできればなと思ってますんで、エンターテイナーとしての牧野存分に楽しんでいただければと思います。おめでとう。おい、神戸に着きました。いや、なんか正直言っていい、はい、今までさ住んだことない町だったじゃん。で1年住んで、はい、久々に帰ってきて、そうですね、なんかすっげえやっぱ帰ってきたって感じするもん。お、うん、さっき新幹線のホーム降りた時の話、いやマジでなんかやっぱいい町だなと思うね。お、うん、で俺結構そのサッカー界以外の人たち、もう普通の一般の方たちとも結構触れ合うから、なんかより思い出多いよね。そういう意味ではこうなんか一個一個通る場所にも思い出あるし、なんか帰ってきたなって感じめっちゃするな。そんな帰ってきた場所でこれから会見ですけれども、うん、緊張するわ。ほんと今までいろんなことを言ってきていろんなこと仕掛けてきたけど、はい、やっぱ最後じゃけんさ、はい、自分がどういう表現の仕方をすれば伝わるかっていうの大事じゃん、はい、そうですね。別に用意してきたわけじゃないし、はい、用意するもんでもないと思ってるけど、はい、その場の空気とその場の感情でちゃんと伝えられればいいなと思うんだけどね。言ったらこのタイミングで、うん、第2章の開幕でもあり、うん、第1章の閉幕にもなると思うので。いやそうなんよ、プロサッカー選手がね、はい、伝わるかね、みんなね。伝えありますよ。噛んでるね。ちょっと噛んだ、うん、さあしっかり着替えて準備して、行きましょうよ。行きましょう。引退会見、無事終えました。プレゼン方式で自分の思いをお伝えさせていただきました。今後 YouTube でですね、サッカーの面白さ、そして、たくさんの方にですね、J リーグに来ていただけるような、動画そしてコンテンツを発信していきたいと思っております。牧野玉木第2章開幕ということで、ぜひ、皆さんも楽しみにしてください。よろしくお願いします。